はいどうもカッパ委員長ですじゃあ、この大谷選手、ね、大谷出禁中のこの日テレ、売りテレビですけども、かなりもう、こいつらの、なんだろう、思っている以上に、大ごとになってますよと、おめえら、どうやって責任取るんだよと、もう、幹部だか幹部だか、ねうん、首いくつか飛ばしても、どうすることもできねえんじゃねえのかっていうね、うんまあ、そんなことらしいです。 どういうことかというとまあこの大谷選手ね、この自宅をこの特定させちゃったわけじゃないですかあいつらがね、うん、で、そのせいでなんかね、この観光スポット化するみたいなだからもうなんかいい迷惑だってのは分かってて、ね、じゃあ、いっちょって出かけていくアホがやっぱ出てくるんですよね、その先頭を切ったのがお前らアホマスゴミだったわけですよね。うん。 どううすんだろうな <laughs> もうなんか停波して解体させたいんですけど半日クソマスゴミなんて片っ端からね、うん、まあいいやちょっとね見ていきましょうかねえっ、ー、と日テレとフジテレビが MLB で活躍する大谷選手の自宅周辺を過度に取材し放送した問題があさらに波紋を広げているとでこの日テレとフジテレビ両国がねこの大谷選手が購入した12億の豪邸について 空撮映像の他に自宅前からのレポートやご近所さんへのインタビュー映像を放送しましたよね。で、これに激怒したのが大谷サイドでしたけども、大谷選手たちね。で、まあ、あと球団ね。だから両局に対して、まあ、例えばドジャースから対応する、えー、取材パスを凍結し、大谷選手の過去の素材も使用しないように、まあ、通達したと、そういう話があったじゃないですか。で、まあこれ、どっちもこの問題についてコメントしてなかったんですけども。 えーと最初、ね、21日、えー、になってまず、この売りテレビが、ね、スポーツ取材のあ、えー、とメディアの取材に対して、えー、取材パスを失ってドジャースの取材ができなくなった事実はないと、ね、そういうふうになんか、まあ、回答していましたよね。まあ、その後確か2点、3点するんですけど、えー、と複数の,この民放テレビ局業界関係者ですかね えー、富士も日ッテレも、えー、ドジャースの取材はできているようですが、大谷選手個人についてはマネジメント会社が NG 媒体にしていると。で取材パスの凍結はないのないがって書いてあるけど、両、えー、子が当面の間大谷選手に個別の取材はできない。これは事実のようだと。えー、特に日テレは今年の24時間のテレビで大谷選手の特集をする予定だったので、このまま取材 NG が続けば企画がお蔵入りになるだろうと。ははは。 それですいませんすいませんすいませんって平謝り構成なんだ <laughs> でまあやっぱりマスゴミどもはね、まあ、まあ開き直ってるというかね、うん、なんかどうにかできるもんならやってみろよぐらいの、うん、そういう調子なんですよねあるいはまあこのほとぼり冷めるまではあるいはこのてめえたちの,この抱えてる企画がこの潰されないようになんか仕方なく頭下げるとかねうん所詮そんなもんですよね だ結局、てめえのことしか考えていない。で、えー、この責任問題が拡大する可能性ってことなんですよね、この日テレと売りテレビのね。まあ、とりあえず、なんかね、えー、この取材パスはどうも凍結されていなさそうだと、えー、でそれが本当だったとは、えー、だったとしても、えー、とはいええー、大谷サイドの怒りが凄まじいのは本当で、まあ、日テレも売りテレビも、ね、すぐ関係修復はなかなか難しいと。 でえー、両国とも大谷選手のマネジメント会社に対して、まあ、謝罪を繰り返してて取材を受けてもらえるようにと、ねうん、ジャンピング土下座外交はまだ続けてるんだってさ、一応。<laughs> えーまあ、今のところ、ね、いい返事はもらえてないんだってそれどころか今以上にこの大谷選手と両国の関係が、ね、悪化する可能性を指摘しているのがあされているのがなんでかっていうと、まあ、夏休みだと。 日本からアメリカに旅行する観光客も、まあ、普段より増えると。ってなると、えー、日テレとこの売りテレビが流した情報をもとに、まあ、大谷選手の自宅を特定しようとしてで実際に、このね、うんまあ、そこにこの出向くアホが出てくるとまあ、言いそうだよね、うんまあ、そこまでなんかもうごった返すほど殺到するかどうかは微妙ですけどもいや中にはやっぱりね頭おかしいやつ日本にもいるんで。うん ていうかアメリカにはどうなんだろうね,、うん、ね。日本から殺到するぐらいだったら現地、アメリカでもっとなんか混乱なんかそういう騒動になってそうなんだけどで、えー、そうでなくてもすでに現地では日本の放送を見て押し上げているファンがいるとあやっぱいるんだで大谷選手の自宅が観光スポット化するようなことになれば、まあ、再び日テレと売りテレビは、ね、責任を問われることになりそうだと。 もう問えよ。責任追及しちまえ、もう。うん、十分やらかしただろう。ねえ。で、えー、一部の報道では、日テレも売りテレビも、地元の、えー、LA タイムズとローカル局が地名、えー、入りで、報道済みだったので問題ないと判断したとも言われていると。他はやってるから大丈夫だろう。そういうことを言ってるのかな。うん。だやっぱりこの責任を取る。ねえ。うん。 ああ責任を取らなければならないっていう下手こいたらえだって普通はそうじゃんね相手とか社会に迷惑かけたら何かしらこのペナルティ制裁って普通でしょひどいことでも特別でも何でもないじゃんだからこいつらはそれが今までなかったわけだよねねたとえ嘘でただめこいてもね言ったら言いっぱなしでふんみたいなふんずり返ってたこのポンコツ野郎どもばっかりじゃんだからでうん あのー、い,やいい見せしめにするべきですよ、うん、だからもう、停波と、ねうん、解体、いいじゃん、別に反日クソマソ組なんて1つ2つなくなったところで、まだまだ日本犯罪者協会とかさ、ね、TBS もあるしテレ朝も控えてんだから、ねうん、いいよ、別に、日テレとウリなんて、うん、ここから順番に一掃していかなきゃいけないっつうのにね。うん ちょっとこの記事でなんか、ね、不自然に感じるのはこの夏休みに日本人が殺到するかってちょっとその可能性は低いんじゃないのうんまあ、これでね仕方ない有名勢ってやつだって思うのか、まあ、僕はそうは思,いた思わないですけどもね、うんまあ、やっぱり反日クソマスゴミ、うん、こいつらにやっぱり責任を取らせるべきですよで、それができるようにルールを作ってもらいたいですよね。うん まあもし仮にここに書かれている通りのことが本当に起きたとしましょう僕はないと思うんですけどで起きたら起きたで,で今度その殺到しているやつらを、ね、批判するためにまたこの取材に行くんだろう日テレ、売りテレビがだもう懲りないんだよ、うん、懲りない、うん、こいつらはもう学習もしないしみず、ねえー、から反省して、ね、帰りみて、ね、それでこのなんかっていうそういう作業を てうかそういう発想はもうないもんな、た、うん、だ、もう強制終了かけてやるしかないんだよ、こいつらには。って思いますけど、うん、しかし、大谷選手、ね、今なんかもうホームランの量産体制に、えー、入ってちょっと立ちますけども、いやー、すごいメンタルですよね、ね今年に入ってもまずこのスウォンさんに、ね、24億も盗まれ。 でもって今度はなんか12億の豪邸を、ね、がっつりさらされてそれで野球にあんだけ集中してこの結果出せるってすごいよねだかむしろなんかこの2件、ねまあ、もしかしたら他にもあるかもしれないですけど、ね、がなければじゃあもう結婚してまさによし、だ本当だったらもっ,ともっとすごい結果が今出てるかもしれないよねこいつらが邪魔してなければ、まあ、ただれば言ってもしゃあないですけども。 とということでね、えー、ぜひ、怪我に気をつけて、えー、大谷選手は頑張っていただきたいですけどもね。